ロボリー。
life on a verge of descent. Cause the rest of your life bits of この腹咲くよ。やだ、外しちゃった。なんかムカムカしてきたかも。範囲攻撃を使うシャドウがいるな。防御を怠るなよ。狙い通りだね。やるな、ユキコ。ユキコパネーナ。やったね、すごいよ。ジョーカーすげーわ。すごい、全身から力がみなぎって。今、総攻撃だ。決心済みにしちゃうから。レッテルアップ、おめでとうリス。おお、こりゃラッキー。ナビ、リセに交代するぞ。よろしく頼んだ。ナビに代わってここからは私が支援するよ。けど、ねえ、あ、ありがとう。うん。宝箱を開けるよな。な。これってチャンスじゃない？うわ、レアなシャドウだ。逃がすなよ。わかった、必ず仕留めよう。行くぞ。一丁やってやるか。いつでも行けるから。
ル戦士。ボモリジライア、ザナギ、ケルソナ、範囲攻撃を使うシャドウがいるな。防御を怠るなよ。あれ、うん、いた。やったね、すごいよ。やったね、花村くん。やったね、いい感じ、すごいよ。やっ、うん、やっ、全力集中、今ならいけるよ。やったな、天城。よし、あれ、ナビ、了解だ。おいおい、どうするよ。俺の出番か。行くよ、準備万端だよ。よし、レベルアップだ。なりそうなとこ発見。あ、行くよ。初めて見る敵だな。まずは弱点を探ろう。おお、頼りになるな。行くぞ。俺の出番か。やるよ。いつでも行けるから。エンデューサー、隙あり、終わりだ。やるな、ジョーカー。ペルソナ、行け、イザナギ。範囲攻撃を使うシャドウがいるな。いいぞ、陽介。ダメ。やったな、天城。大丈夫か。危険な状態のやつがいるぞ。危険だな。さすがだね、ジョーカー。ペルソナがどんどん強くなってくな。おめでとう、花村くん。体力が。ちょっと待って。え、
そっちに行ったぞ。気をつけろ。へいへい、こんなんでやられる俺っちじゃないぜ。おい、ふざけてる場合じゃねえぞ。こいつらどんどん湧いてきやがる。もうしつこいな。キリがないんだけど。ダメです。増援がまた来ます。異分子排除、イレギュラー排除。ち、拉致があかんぞ。異分子排除、イレギュラー排除。僕だってこんなところで負けられません。天田君、危険です。体力が。さすがにまずいな。劣勢になってきたか。みんな、君たちは感動の再会は後だ。俺たちもすぐに加勢しよう。全力で行くぜ。絶対倒すかんな。やるよ。いつでも行けるから。オリフェンス。はい、ジャイア。覚悟しろ。相棒、今行くぞ。あれ、残っちゃった。ゴモリ、チッ、この花咲くよ。やだ、外しちゃった。電撃属性が狙い目だな。やれるか。ああ、そうしよう。やるか。俺の出番か。行くよ。準備万端だよ。決めるぞ。今なら総攻撃だ。消し済みにしちゃうから。やった、ペルソナが成長したよ。おめでとう。さすがだな。ありがとう。
そうだな。ちょ、わかった。先輩。そうだな。映画館じゃねえか。信じらんないけど、さっきの場所本当に映画の中だったんだ。まったく、どういうことだ。こんなことをしている時間など我々にはないというのに。まあまあ、イライラしても仕方ないですよ。それに今は行方不明の愛ちゃんとリーダーを探さないとですし。ああ、わかっている。それでこの映画館の支配人とやらはどちらに？挨拶をしておきたい。そうだった、紹介するわね。支配人のナギさんとヒカリちゃん、二人もここへ閉じ込められてる。はじめまして、ナギと申します。すでにご存知かとは思いますが、ここにいる皆同じ境遇に置かれた身。私もできる限りのお手伝いをいたしますので、遠慮なくおっしゃってくださいね。ああ、すまない、迷惑をかけるが、よろしく頼む。あなたが、ひかりちゃん？はい、はじめまして。皆さんは彼女の仲間なんだよね。うん、そのはずなんだけど。だが、誰一人として彼女を知らない。俺にも全く覚えがない。逆に彼女は俺たちのことを知っているという。意味がわからん。私、彼女が嘘を言っているとは思えません。召喚器や腕章も本物のようですし、アイニスのことも知ってる。みんなが彼女の認知存在っていう可能性は？いや、ここはパレスやメメントスとは別の世界だ。その可能性は低いよ。頭がこんがらがってきた。つまりはどういうこと？参っちゃったね。純平風に言えばお手上げ侍。おお、それは俺っち渾身のギャグ。おお、お前もあれか、空気読み人知らずか。そんないけずなお前にお手上げ侍。くったらな。しかし、お手上げ侍を習得しているとは、マジで俺らのこと知ってるっぽいな。
でもみんなはお嬢さんのことを忘れちゃったクマ。すみません、思い出そうとはしてるんですけど。なんつうか悪いな、せっかく助けてくれたのによ。いいよいいよ大丈夫、ここよくわかんない場所だし。だってほら、謎の人面恐竜とか喋る猫がいるくらいだよ。今それ言います？つか猫じゃねえよ。あの僕は悪い人じゃないと思います。自分でも理由はわからないし、会うのは初めてですけど。でもほら、コロマルも同意見だってありがとう天田くん。コロマル、まあんま気負うな、無理しても疲れるだけだ。急がなくたっていずれわかるだろう。荒垣先輩、きっと大丈夫だよ。あのうまく言えないけど、今ならそんな気がするんだ。ありがとう光ちゃん、きっとなんとかなるよね。頑張ろう。ところで君たちはどうやってこの世界にやってきたんだ？やったな。お疲れ様。なんだ？行こう。私はベルベットルームに入ったらいつの間にかこっちに来てて。そちらについては差し出がましいようですが。え、びっくりした。呼ばれて飛び出てパンパカパン。エリザベスとテオのおなーりー。相変わらず謎のテンションだな。てか誰よこの美人なお姉さんは。その通りでございます。私は姉のエリザベス、そして弟のテオドアでございます。皆様混乱されているようですので。我ら兄弟、現状の解説にまかり越しました次第でございます。ああ、この人たちがベルベットルームの住人？リーダーのペルソナを呼び出したりするっていう話には聞いていたが、そうか、こんな形で会うことになるとは。それで現状の解説とか。新しくいらした皆様とこちらの女性の関係についてです。同じ世界から来た身でありながら面識があるのは片側だけ。これは双方が違う世界から来た、我々はそう考えております。え、どういうことですか？申し訳ございませんが、我々には答えかねます。ですがベルベットルームはお客様の定めと不可分の部屋、全く無意味なことは起こりません。あなたがこの世界で皆様と巡り合ったのも。ええ、きっと必然ね。マーガレット姉上、いたんかい。この出会いは意味のあることと存じます。いわば運命とも言える。ええ、テオがこのシャレオツなかぶり物に導かれたのもまた決まった運命。これは姉上が着せたのでしょう。とてもよく似合っているわよ。そうね、ポップコーンだけに。
姉上、思いつかないのでしたら無理にギャグを言う必要はないのでは。ああ、ポップコーンは難易度が高い。そういう問題？あの、すみません、話を戻してもいいですか？違う世界から来たのは分かったんですが、この出会いに問題はないんですよね？ええ、おそらくは。よかった、私たちと一緒にいてもいいってことですよね？え、いいの？いいも何もダメな理由もないし、そっちも困ってるんでしょ？正直君のことはまだわからないが、この状況を考えれば協力体制を取った方がいいだろう。俺っちも賛成。可愛い子ならなお歓迎ですし。この世界どんな強敵がいるのか楽しみになってきたな。出たな、脳筋戦闘バカ。な、誰がバカだ。シンジはそうやっていつも人のことを。アキこそそうやってすぐキャンキャン人に噛みついてくるだろうが。やめないか、二人とも。今はそんな場合じゃないだろう。二人とも相変わらずだな。それにしても、いたんかい。やだち、それ2回目。これだけペルソナ使いが揃うとなかなか壮観だな、囚人。その通りクマ、女の子の名前を覚えるのでいっぱいいっぱいクマ。だが心強くもある。きっとみんなで力を合わせればこの状況も打破できる。うん、我が輩も同意見だ。戦力は多い方がいいからな。じゃあ何回目か分かんねえけど、あれやっとくか、自己紹介。またやるとか罰ゲームか。名乗るのが遅くなってしまったが、私は霧城満、この特別課外活動部の部長および月光館学園で生徒会長を務めている。霧城ってもしかしてあの霧城グループの？そうそう、あの霧城グループの霊場で生徒会長もこなす超ハイスペック、真田昭彦だ。ボクシング部で主将をしている。ボクシング主将、すげー。ぐぬー、悔しいくらいのイケメンクマ、クマも負けておられん。体作りなら何でも相談に乗るぞ。栄養管理からメニュー構築までな。どうせ何にでもプロテインぶっかけるだけだろうが。バカにするなよ。プロテインといっても種類は豊富で。俺は新垣慎二郎、一応高三ってことになるか。よろしく頼む。以上だな。終わり？これ以上は特に言うこともねえ。新垣先輩、見た目は怖いけどすっごく仲間思いで優しいんだよ。料理もお環境でみんなにもご飯作ってくれたり。ば、てめえ何言ってやがる。その、ごめんなさい、私の知ってる新垣先輩はそうで、違いました。いやいや、花丸大正解よ。新垣さんの所持スキル、おかんが絶対入ってるっしょ。純平てめえ。あーっと、次は天田少年とコロマルの番な。天田健です。で、この犬がコロマル、僕らはコロマルって呼んでます。柴犬のアルビノで、犬だけど立派なピルソナ使いなんですよ。かわいい、ふさふさでモフモフ。犬なのにペルソナを使えるなんてすっごくお利口さんだね。あんだの、我が輩だってふさふさでモフモフのペルソナ使い。お前、猫じゃねえって言ってんのにそこは主張すんのかよ。天田くんは小学生？はい、小学5年生です。背はまだ少し小さいですけど、先輩たちには負けませんよ。この丸同様頑張ります。よろしくお願いします。おーし、じゃあ次は俺っちな。
高校2年特別課外活動部のエース、その名も伊織純平。ああ、ちなみに恋人の千鳥に命だから、女性陣はそこんとこよろしくね。うっざ、そんな情報誰もいらないっつーの。いやー、ユーカリッチの気持ちに応えられなくて申し訳ない。っていうことで、次はユカリッチの番。ホームラン級のバカはほっといて。竹場ゆかりです。私も2年で弓道やってます。あ、やっぱりあの人だったんだ。そっか、弓道で自分を磨いてたからあんなに背筋が通ってるんだ。見た目だけじゃないぞ、この人は演技も神がかってる。お、何の話？おっと、これはクジャクイン麗華の話だった。気にするな。よくわかんないけど、ラストは風花かな。あ、はい、はじめまして、山岸風花です。未熟ですけど皆さんのナビをやってます。同じナビの方がいて心強いです。ナビ仲間来たー。ナビが3人もいるなんてすっごいね。情報支援はバッチリじゃない。おー、みんな よろしく頼んだ。あの SF 映画の世界のこと、いろいろ教えてね。お互いに協力しよう。はい、任せてください。他にメンバーがあと2人いる。今ははぐれてしまっているが。ええ、協力して早く見つけ出しましょう。だな。じゃあ、俺らの自己紹介も言っとくか。私たち以外にもペルソナ使いがいたと。ナギさんとヒカリちゃんはペルソナ使いじゃないんだよね。この映画館がおかしくなった時からずっとここにいたの？そのはっきりしたことは覚えてなくて、気づいたらここにいて、ずっと記憶がぼんやりしてる。あの謎の存在、どうも一緒にいたんですよね。あいつのせいじゃねえの？どう考えても銅が怪しいだろ。銅だけに、おぽぽ。ギャグじゃねえよ。つかどう考えてもそうだろうっていう。でもヒカリ、クマたちが来てもう寂しくないクマね。うん、賑やかで、あったかい。よかった。表情も最初に会った時より随分とリラックスしてるみたい。そうかな、自分じゃよくわからなくて。私もそう思う。最初より笑うようになったし、喋るようになった。え、私もそう感じますよ。こんな状況ですけれど、よかったわ。そっか、私そうだったんだ。そういえば、いきなり何？さっき映画の中で拾ったんだ。この召喚器、誰のだろう？これは？さっきの戦闘中、皆さん、ペルソナを召喚してましたよね。嫌なことが重なりやがる。アイギスは召喚器を必要としねえ。となると、落としたのは。リーダー。アイギスがついていたとしても限界がある。一刻も早く救出に向かうぞ。待て、動くにしても数が多い。指揮系統は統一した方がいいだろう。俺たちが合流してからも指揮はずっと彼に任せています。指揮はこのまま彼にお願いするのがいいと思いますが、どうですか？うん、頼めるか。ありがとう。早々で悪いが、頼らせてもらう。なあ、お前の世界のことだが。トイレ行ってますけど。そうか。浮かない顔だな。ま、気持ちはわかるが。
あいつの話がマジなら、それこそ SF みたいな話だよな。違う世界に俺たちの知らない俺たちがいるってことだろ。そういうのを考えたことありますけど、本当にあるのかな。不思議ですね。もう一人の俺っちか。超イケメンモデルで全世界の女子にモテモテとかだったらどうするよ。それ別人でしょ。転生しない限り無理だから。ま、あの子の反応を見る限りそう変わらないっぽいけど。あの、言いそびれてたんですけど、映画の中で怪盗団や特捜隊のみんなが助けに来てくれた時、一瞬だけルキアがリーダーと誤認したんです。何？わかる。性格は違うんだけど雰囲気っつの？リーダーと似てるんだよな。うまく言えないんだけどさ。うん、初めて会うはずなのに馴染むっていうか、なんでだろう。コロマルも同意してるみたいですね。ま、考えたとこで答えなんか出ねえ。普通にしてりゃ問題ねえだろ。うん、そうだな。何にせよ今はリーダーとアイギスの救出が先だ。あの、びっくりした。ごめん、ぼーっとしてて。なになに、どうしたの？混ざってこいよ。って、難しいか。まあ、あいつらが混乱する気持ちもわかるけどさ、そっちの気持ち考えたらやるせないっつうか、つれえよな。私全然大丈夫だよ。パラレルとかこれぞ SF って感じだし。ありがとう、元気づけてくれてるんだね。だって仲間のことあんなに心配してたのに。ありがとう、みんな本当に優しいね。でもたとえみんなが私のこと知らなくても、私にとっては大事な仲間なんだ。それだけは変わらないし変えたくない。だからアイギスやリーダー探しもバッチリ手伝うつもり。強いんだね。そうかな。多分みんながいてくれるからだよ。もし本当に一人きりだったら、私ここまで来れなかったもん。私もみんなとここで会えてよかった。よし、次も頑張るから見ててね。怪我大丈夫？